おはようございます。速稼塾の久保です。お金を簡単にすぐ稼ぎたいという方に、毎日お伝えしている情報があります。それはですね、スマホアプリでみんなの銀行っていうのを紹介コードとともに、ダウンロードすることなんですよね。私ね、10日目ぐらいになるんですけども、現在こうやってね、3万2000円が振り込まれてますね。これもちろん現金にできると思いますので、今度ね、現金にするところを動画で皆さんにお伝えしようと思いますけども、このみんなの銀行のこのダウンロードの仕方、非常に簡単です。動画概要欄に私の紹介コードがあります。それからキャンペーンの紹介があります。みんなの銀行のこのアプリの URL がありますので、こちらの方をまずはダウンロードしていただいて、アプリの方で、アプリでアカウント設定をするときに名前とかね、免許証の情報とか打ち込むときに紹介コードも打ち込んでください。そうするとあなたに1000円入ります。明日には反映されていると思います。さあ、これで1000円稼げましたよね。こっからがあなたのビジネスのスタートです。今までお金を稼いだことがない方も、継続的に稼ぐことができなかった方も、最大30万円までこのみんなの銀行のアプリ1本で稼げるんですよ。どういうふうにするかというと、今日この動画をここまでご覧になりましたよね。この手順と全く同じです。つまり、あなたのみんなの銀行というアプリの中に、今度はあなたの紹介コードがありますので、今度はあなたの紹介コードをもとに、周りの人とかね、お知り合いの方とか家族とかに、このスマホアプリでみんなの銀行をダウンロードしてもらって、ダウンロードしてアカウントを作成するときに、ご自身のあなたの紹介コードを入れるようにすると、あなたに1000円、アカウントを作った方に1000円という形で1000円1000円入るという感じになります。最大30万円まで一つのアカウントで稼ぐことができますので、これでね、まずは稼ぎ出していただいたらいいんじゃないかなと思います。非常に簡単でしょ。でね、知り合いの方がいない方は、これを機会に YouTube やブログや Twitter 活動を始めてみてください。テーマはみんなの銀行すぐ稼ぐ方法です。アカウントを作っただけで1000円、そしてそのアカウントから発信活動をするだけで、契約してくださる方、契約って言ったら大げさですけども、スマホアプリをダウンロードしてくださる方がいれば、1000円1000円入りますよという形でございます。今回の私の動画をそのまんま使っていただいても結構です。で、紹介コードだけあなたのに差し替えていただいても結構です。どんどん広めて、今度はあなたが稼いでください。それでは本日は以上です。10日目にして3万2000円ってことは、1日3000円ちょっと稼げてるって計算ですよね。いや、これすごいですね。まだまだね、30万円まであと10倍やってもいいかなと思いますので、少なくとも今日10日目ですから100日は私続けます。その間にキャンペーンが終わらなければいいですけどね。最大30万円を私は狙います。あなたも一緒にやっていきませんか。それでは。